おはようございます、本日の動画は最近入ったみどりちゃんっていう子がいるんですけど、その子がさ、まあ普段遅刻しないんだけど、まあ昨日家で宅飲みして、まあ2人じゃないよ、みんな社員と宅飲みして、まあアルファードに帰って、今日ちょっと現場の撮影四日市まで行こうっていうことで1時間ぐらいここからかかるんですけど、朝8時に集合なんですよ。だけどもうね、遅刻してんの珍しい今ちょうど8時珍しいなって5分ぐらい前に出てくるんですけど、なかなか来んなってことで、キレれんけど女の子がね、ちょっとね、まあ叱るみたいな、ちょっと気分悪くしとるみたいな感じで怒ってるのかなと思ってるんですよね。あくまでネタだよ。まあ泣いたりはしんと思うんですけど、動画の企画もないことだし、ちょっとこれはまあ面白いかなって。もうまたきちっとした子だからさ、もう本当にこんな遅刻するなんて珍しいことなんで、まあ、視聴者の皆さんが期待しとるよ。できるだけ強く、できるだけできるだけ泣くまでやってみたいと思いますんで、楽しみにしておいてください。本当に来ないですね。もう今8時5分、忘れて会社行っとるんじゃないかな。いや、普段会社は9時なんですよ。なんで多分はっと思って、まあ女の子だと化粧とかもいろいろあると思うので、まあちょっとね、あやばいって、まあ社長のうち、俺も結構いい加減なんでだから8時に来てももうちょっと家入って待っとけよみたいな時もあるんで、まあそういうのもあるんで、まあ軽い感じで来とるとは思うんですけど、あえてね、普段は怒らないよ、そんなおはようみたいな感じで、お待ちくれやんけ、謝らないで終わっちゃうと思うんだけど、あえてだよ。またアンチコメントはやめてくださいよ。バットとね、一部の期待してる人たちのために、僕は心を鬼にしてぶち切れるんで、ぜひ楽しみにしておいてください。まあですね、皆さんね、うちなんか結構視聴率が 80% ぐらい 70% ぐらいがチャンネル登録してない人らしいんで、チャンネル登録してくださいね。誰が登録してるとかも分かんないんで、インスタもね、これちょっと見えちゃうとまずいから、まあ、ちょっとやってますんで、今5000人ぐらい来てるんですけど、ぜひ登録してくれたら、ちょっとここでインスタ TV みたいなやつがあるんで、そこで今この間もチラシの集客とか、ちょっと経営的なことの、まあ、1分2分3分ぐらいで終わるようなやつをちょっと投稿したこと、まだ1個しか投稿してないんですけど、まあ、そういうこともやっていこうかなと思ってるので、ぜひそっちの方も登録してください。おーい、あいつ何やっとんや、ほんとこっち電話するスタイルでいきますか。皆さんもう来てもいいよね、普通に。皆さんこうやって現場、まあなんだろう、朝早くから現場行ってんのかな。まあ朝見てくれる人がやっぱ一番多いっていうか、朝数字がバーンって伸びてまた夜みたいな感じなんですけど、結構ね、最近あ、来ましたね。これちょっとモザイクかかるね。見せれんか。あ、おはよう。おはようございます。うん。あ、今着きました。あ、着いた。はい。了解、出てくわ。はい、お願いします。やもなかったね、こいつ。さりげなく。すいませんっていうかなって思ったけどね、ちょっと皆さん、じゃあどんな感じで攻めようね。いや、すいませんみたいな感じで来ると思ったんで、ちょっとね、怖いキャラになると思いますが、演技だからね、みんなよろしくお願いします。ちょっとカバンの中にちびりとこうか。ちょっとカバンの中に入れとるで、ちょっと途中は音になっちゃうと思うんですけど、こんな感じでね、遅刻しちゃうやろ。5分も遅刻やるけ、珍しいな、お
はい、朝日、まあいつもと1時間早いから会社じゃないし、まあ、何もさりげないかも、絶対謝ってくるかなと思ったら謝らんもんで、珍しいなと思って。普段遅刻しんもんで、お前俺みんなにしょっちゅう聞いとるから謝りゃいいんだ別に、はい、え謝ってもう許さんでしょ、ダメでしょ。なんかお前をもっといじめるつもりでカメラ回ってんだけど、いじめれんわ。なんか視聴者が期待しとるで、ブチ切れかなと思うけど、そんなちゃんと反省した感じだと、ブチ切れねえわ。実はカメラ回ってるよ。いやいや、お前はなんか教えもね、あ、カメラで回そうと思って。何昨日、宅飲みで何遅かったでか。何時に帰ったお前、お前ら。12時。あ、そんな遅くまでおった。あいつ何、あいつも野原も一緒に送ってたの。あ、野倉か、野倉。社員の名前も覚えてない。また新しく入って、視聴者の皆さん、新しく入った社員がいるんですよ。1ヶ月も経ってないな、まだ。そうですね。うん、営業希望でさ、まあ一応、また面白いんだよね。で、まあ、俺も結構厳しくやっとるで、まあ今こんな時期に採用できんけどって。まあ6ヶ月で全然違うことやってんだわ。挨拶専門だな。結構頑張ってるよな。まあ、今日、あ、雨降っとるで、あれだな。あいつ仕事どうすんだろうな。あ、ほんで何？あいつも起きてたの？ノクラも。あ、はい。リリちゃん。リリちゃん飲んでなかったか？そうですね。俺なんかもう途中から寝とっただろ。投げんもん、お前ら話。だけどまあ、やっぱ大変なんだろうな、一人でな。あれも。そう。来たばっかで。お前もカメラマンどう？大変ですな。なんでお前そのちょっと意味深な言い方なの。何が大変？慣れないことやってるんで。うん。ああ、そうかそうか、うん。全く違うことやってるもんな。それはあるよな。SNS とかも一切触ってきてなかったんで。ああ、そうだよな。ブログだけ会社のブログあったじゃん。まあでもそれみんな、お前らも来た時まだ投稿、やってましたね。義務あったよな、はい。月に2回かなんかの。うん、あれあったよな。うん。だけどまあ俺もだよ、全くだよ。ちょっと視聴者の皆さんごめんね、俺はちょっとブチ切れてるつもりでちょっとね期待しとって、俺相当家の中でお前暇だもんね、ずっと視聴者に向けて動画撮っとったの。あ、そうなんだ。ちょっともう皆さんちょっとあんまりブチ切れれんかったんでつまんないと思うんで、とりあえずじゃあ今から車の中でみどりちゃんの顔をこう晒してみたか、みどりちゃんの、みどりちゃん顔は隠して体全部向いてみたのか、全裸にしてみたんで顔だけモザイク全身公開、どっちがいいですか視聴者の皆さん。アンケート取りますんで、ね、顔を隠して体を公開するか、うん、あの顔を晒すか、どっちか皆さんね、ここでやっぱね、うん、皆さんとはちょっとねコメントお待ちしてますので、よろしくお願いします。ちょっと俺がブチ切れなかったのはちょっと申し訳ないです。ちょっとさすがにね、男の職人だったらなんぼでもブチ切れるけど、やっぱお前、そんな、しかも、なあ、遅刻とか普段紳士な。いきなりお前車乗って、おい、てめえこれな、とか言ってさ、いきなり行ったらさ、あってなるよな。ちょっと、ね、すいません、みたいな感じで、めっちゃ腰引く気取るのに。で、ミッチーとかが行って、あ、させーん、みたいな感じだ。ちょ、お前よ、とか言って。お前、慣れすぎだぞ、それ。とか言って、切れる口がある。あの、切り口があるんだけど。はい、お前だって切り口ねえわ。ね、視聴者の皆さん、申し訳ないね。じゃあ皆さん、チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。また、見てねー。チャンネル登録お願いします。